この犬超すげえ。学識サラの間です。いや、お金持ちなりたいですよね。おそらく私はお金持ちになりたくないって人はきっといないと思います。中にはお金よりも愛が大切だよと超ハートフルな人もいると思いますが、ほとんどの人がね、もっとお金欲しいって考えながら毎日必死に頑張っています。あと月5万円の不労所得があればとか、副業で月10万円稼げたらな、今よりいい生活ができるのに家賃があと2万円安かったらなとか、いろいろありますよね。さらに欲を言えば、自分が好きなことで楽しくお金を稼げれば最高なのに、そう思いませんか？おめでとうございます。結論から言うと、好きなことで稼ぐは誰でもできると、この犬が教えてくれるんですよ。そんな夢のような方法を学べるのが、この本、ボード・シェーファーさんの著書、犬が教えるお金持ちになるための知恵、この本なんですよ。この本、20年近く前に発売された本なんですが、視聴者さんが教えてくださって読んでみたんですが、もうね、お金に関する不変不滅の原則が学べちゃう最高の本でした。なんかね、古いからなのか、リアル書店では全然在庫ないですし、Amazon でも中古しかないのが、もう不思議なくらい全人類読んでほしい一冊。この本ですね、私の大好きなストーリー形式で楽しく学べちゃう本で、内容はキーラという少女がある犬と出会って、その犬がキーラにお金について大切なことを教えてくれるんですよ。難しい本は苦手って人でも、本当に読みやすい内容なので、ぜひね、騙されたと思って読んでみてほしい。まずは物語の簡単なあらすじを紹介して、その後私が読んでいて、これだけはこの動画の視聴者のガッキーに絶対伝えたいと思った内容を厳選して2つ紹介していきます。もし最後まで見てくれたら、あなたのこと超絶大好きになります。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。一つ目、あらすじ。主人公はキーラという11歳の少女で、賃貸マンションで両親と3人で暮らしていました。キーラはずっと犬が欲しかったんですが、賃貸なんで諦めていたんですよ。でもそこから少しして、両親が庭付きの家を買って、そこに住むことになったんです。これでようやく犬を飼えるって思うじゃないですか。でもマイホームの購入が最初の計画よりもずっと費用が高くついたせいで、両親はお金の余裕がなくなってしまい、犬を飼いたいなんて言える状態じゃなくなっちゃったんですよ。でもある日、家の前に怪我をした白いラブラドールが倒れていたんです。治療のために動物病院に連れて行き、回復はしたんですが、飼い主が見つかるまで一旦家で預かることになるんです。両親はですね、いつもお金のことで言い争っていて、マネーマネー、世の中みんな金次第だ、そうやって言ってるのに、犬が反応したのを見て、名前はマネーと名付けました。このマネーとの出会いが少女キーラの人生を大きく変えていくんですが、ある時事件が起こります。キーラはマネーと一緒に大きな川の岸辺を散歩していたんですが、目を離した隙に犬のマネーがいなくなって、川の中で溺れているのを発見します。キーラが助けに行きますが、一緒に流されてしまって、最終的には水上警察に助けられるんです。この事件をきっかけに、犬のマネーは感謝の目で見るようになっていきます。少ししてキーラは12歳になりました。キーラの両親は国全体の経済の状態が悪くて、そのせいで不況だからお金に困っているとキーラに説明しますが、キーラはね、こうやって反論するんです。それじゃあ私の友達のモニカの家はどうしてあんなにお金持ちなの？私たちの国の経済が全部悪いんだったら、モニカの家にだって影響があるんじゃない？これに対して両親は何も答えることができませんでした。これはね、確かにそうですよね。今のオワコンジャパンで苦しい中でも稼いでる人はしっかりといるんですよね。それと同じなんです。そしてある日、キーラが CD を電話で注文しようとすると、キーラ、よく考えてごらん。本当に CD なんか買っていられるのかい？こうやって突然喋り出すんですよ。これね、口を動かして喋るんじゃなくて、マネーはキーラが何を考えているかもわかりますし、キーラの頭の中に話したいことを直接テレパシーみたいに送り込むことができたんです。そこからマネーはキーラに対してお金に関するいろんなことを教えてくれるようになるんです。実はマネーの前の飼い主がお金持ちで、マネーはそのご主人様がどうやって稼いでいるのか、これをね、間近で見て学んでいたんですよ。そしてキーラは小さな貯金から少しずつお金を増やして、両親をお金の問題から解決する、そんな成功ストーリーで、この本ですね、どうやって稼いでいくかがマジでためになるので、ぜひね、手に取って読んでみてほしいです。二つ目、まず自分が欲しいものをはっきりさせるという話です。ある時マネはキーラにこう言います。明日までにお金があったら、何がしたいのか何が欲しいのかを10個書いておいで。キーラはまだ12歳になったばかりで、お金の勉強するにはちょっと早いんじゃないかって思ったんですが、マネは言います。なぜ君の両親がお金に苦しんでるかというと、それは君ぐらいの時にお金との付き合い方を学んでいなかったからなんだ。いや、これなんか深いですよね。私たちって学校で国語とか算数で勉強はしていても、お金っていう授業は全くなかったじゃないですか。だからこそ、小さな頃にお金について学ぶのは本当に大事。私もね、昔はね、倫理が大好きでセンター試験満点取るほど勉強していたんですが、ホッブスとかアリストテレスの考えを学んでいても1円も稼げなかったので、小さい頃からね、お金の勉強はしておけばよかったなって後悔しています。さあ、話を戻しますと、そんな12歳のキーラは3時間かけて10個のリストを書き上げました。トレッキングバイクが欲しい、
たくさん CD が買いたい、スポーツシューズを買いたい、200キロ離れた友達と長電話がしたい、交換留学でアメリカに行きたい、両親を借金地獄から救いたい、家族でイタリアンレストランに行きたい、貧しい子供たちを助けたい、ジーンズを買いたい、ノートパソコンが欲しい。これを見たマネーはこう言います。それでどれが君にとって一番大事なの？キーラはもちろん全部大事よと答えますが、その中から大事なものを3つだけ丸で囲んでごらんとマネーは言います。そこで決めたのが、1、交換留学でアメリカに行きたい、2、ノートパソコンが欲しい、3、両親を借金地獄から救いたい、この3つだったんです。そこからはこの目標に向かってキーラはお金を稼いでいくんですよ。ここでマネーが教えたかったことは、自分が何をやりたくて何が欲しいのかをまず明確にするということ。願い事がわからないで夢って絶対叶えられないじゃないですか。だから最初にやるべきことは願い事リストを作ることなんです。そしてその願い事リストを毎日眺めること。そうすると何度も何度も思い出すことになるので、それに向けて本気でその人は努力するようになるんです。だからこそ結果として夢を叶える可能性が爆上がりするんですよ。いやいや、夢を書いて眺めるだけでうまくいくわけないでしょって思いましたかね。もちろんそれだけじゃダメで、それもねマネーが教えてくれるんですよ。夢を叶えるために絶対にやってほしい大事なポイントは3つ。1つ目、夢アルバムを作る。これです。まだ何も入っていないアルバムを用意して、あなたの願い事を書いた絵や写真を集めてアルバムに貼るんです。この絵や写真で具体的にイメージできるようになることが大事。例えばあなたがマイホームが欲しいなら、理想の家の写真を印刷して貼るんです。でもですね、これを聞いただけで満足して実際にはやらない人がマジでほとんどです。ためらって行動しないから人生変わらないという人が多い。逆に言うと、変えればチャンスが生まれる。やると決めたことは迷わずやりましょう。夢を叶えるポイントの2つ目が、アルバムの写真を毎日何回もよく見ること。マイホームが夢なら、理想の家の写真を見て新居で生活している姿やどんな暮らしをしているかを具体的に想像するんです。これ実は成功している人はみんなやってるんです。それを実現できたらどうなっているのかを何度も何度も想像するんですよね。私もねこれやっていて、自分の部屋に目標を書いてそれを毎日読んでやる気出していたんですが、これをやるだけで体感ですが、あなたの行動量が数倍に跳ね上がること間違いなしです。最後3つ目のポイントが、夢貯金箱を作る。これです。空き缶を用意してそれを貯金箱にする。そして夢を書いておくんです。夢に対して貯金箱も一つで、そこに余ったお金を全部入れていきます。いやいや、そんなんじゃいつまで経っても大した金額たまらんやん。そう反論したくなる気持ちはわかります。ここで大事なのは、お金とどう付き合うかを学ぶこと。たくさんお金が入ってもたくさん使ってしまっていたら、いつまで経っても裕福にはなれません。お小遣いが10倍になっても悩みが10倍になるだけ。キーラの両親はキーラの100倍お金を持っているのに、ちっともうまくいっていなかったんです。お金を増やすだけじゃダメ。だからこそ夢貯金箱を作ることで、お金との付き合い方をまず学ぶ必要があるんですよね。あなたが夢を叶えるために今やっていることは何ですかね。ぜひねコメント欄で教えてください。3つ目、好きなことでお金を稼ぐ方法という話です。さあ、こっから大事な話です。キーラのいとこで10ヶ月間だけ年上のマルセルという男の子がいました。キーラはマルセルの性格があまり好きじゃなかったんですが、マルセルはいつもお金をたくさん持っていたので、どうしたら稼げるのか電話で相談するんです。来年交換留学でサンフランシスコに行きたいんだけど、お金がかかるのよ。親は助けてくれないし、だから自分で稼がなくちゃならないの。マルセルはこう言います。お金を稼ぐって本当に簡単なことなんだよ。キーラ、そんなに簡単なことなの？マルセル、お金なんてどこでも稼げるさ。ちょっと周りを見回しさえすればいいんだ。キーラ、ねえマルセル、私の周りにもお金を稼ぎたくてしょうがない子がたくさんいるの。でもみんないい方法が見つからないのよ。どうしてなの？マルセル、そいつらはちゃんと目を開いて物を見ていないんだよ。多分みんな間抜け人形なのさ。キーラ、お前これまで一度でも本気で仕事を探したことあるのか？俺が言いたいのは、どうしたらお金が稼げるか、少なくても午後いっぱい暗くなるまでそのことだけで頭がいっぱいになるぐらい考えたことがあるかってことなんだよ。こう言われてキーラは、自分はろくに考えもしないで今まで諦めていたことに気づくんです。マルセルはまだ12歳なのに会社を持っていて、パンを配達してお得意さんが14人もいました。パンを配達するのは日曜日だけ。日曜は平日よりパンが高くて、わざわざ買いに行く人がいなかったんです。だからマルセルが注文を取って代わりに家まで届ける。パン屋のおじさんはいい人で、平日と同じ値段でマルセルにパンを売ってくれていたので、1個あたり20円の儲けがあって、お客さんからは運び人として50円もらっていたんですよ。これで日曜に 2,3 時間働くだけで1ヶ月 1万4000円以上稼いでいたんです。他にも老人ホームでお年寄りの話し相手になったり、買い物に行ったりして月3万円稼いでいて、合わせて月4万円稼いでいたんです。それを聞いてキーラは悩みます。
私の近くに老人ホームなんてないわ。こうやって悩むんですよ。だがマルセルはこう言うんです。お前はマルセル君じゃないんだ。ただの小娘なんだよ。できないことを考えたってしょうがないじゃないか。できることを探すんだよ。一番いいのはまず何が好きかってことをはっきりさせること、それからどうやったらそれでお金が稼げるのかよく考えることだ。これシンプルですけど、マルセルの言葉深いですよね。マルセルは自転車に乗るのが好きで、毎日何件もベルを鳴らしてパンの配達はいりませんかって聞いて回っていたんです。こういった泥臭い努力すごいですよね。じゃあキーラはというと、犬と遊ぶこと、マネーと散歩に出るのが大好きで、それをマルセルに伝えるとマルセルこう言うんです。だったら散歩に出るとき、もう一匹別の犬を連れて出たらいいじゃないか。代わりに散歩すればいくらかもらえるぜ。このマルセルのアドバイス的確でかっこいいですよね。キーラは近所で病気のご主人の代わりに犬の散歩をしている奥さんが大変そうだったことに気づきます。そしてその家に訪問して毎日代わりに散歩する提案をするんですよ。キーラはこれで初めてお金を稼ぐ経験をしたんです。この話どうですかね。私たちって自分にできないこと、知らないことばっかに夢中になって、自分にすでに備わっているものとか得意なことを忘れがちなんです。まずは自分が何が好きかを考える。次にそれでどうやったら稼げるかを本気で考えるんですよ。ちょっと周りの知り合いを見渡すだけでも人が何に困っているかが見えてきますよね。これね、実際やってみるとわかりますが、意外とあなたの好きなこと、得意なことが他人にとっては苦手なことだったりするんです。私もサラリーマン時代、本を読んでビジネスを学んでいるけど読む時間がないなって困っている人はいるだろうな、そこを解決してくれるサービスがあったらいいんだろうな、というのが最初のきっかけで、今この学識サロンを始めてビジネスをしています。本当にね、チャンスはどこにでも転がっていますから、その辺を意識して明日から一日一日を過ごしてみてください。人生激変すること間違いなし。さらっとまとめです。1. あらすじ。 2. まず自分が欲しいものをはっきりさせる。 3. 好きなことでお金を稼ぐ方法という話でした。どうでしたかね。この本めちゃくちゃいい本だったんで、さらに気になるという方は説明欄のリンクからぜひポチってみてください。私ね、 YouTuber 専業のオンラインサロンをやってるんですが、そのサロンでは副業で YouTube 稼ぎたい人が多く集まってるんですよ。今300名以上いて、これもね、もうすぐ3年くらい運営してるんですが、その中で共通して稼げるようになってる人がいるんです。それがね、素直な人。もうね、これに尽きるんですよね。誰かのアドバイスを、いやでもとか、だってって最初に言っちゃう人いるじゃないですか。そういう人は 100% 稼げなくて YouTube やめている印象です。逆に素直に、はい、言われた通り 100% やります、そうやって実践している人は確実に伸びてるんですよ。サロンメンバーの年齢層も20代から30代と幅があるんですけど、これね、何歳だろうと自分のプライドを捨てて素直に実践できる人は間違いなく伸びています。これってね、YouTube に限らずいろんな仕事でもそうだと思うんですよね。副業もそうだと思います。うまくいっている人ほどこの素直な気持ちって忘れがちなので、私もそうですが、改めてね、初心を忘れず素直な気持ちで何事も学んでいきたいと私もね、いつも思っています。まず簡単にできることは2つ。デモとだっては禁止。学識サロンは YouTuber に特化したオンラインサロンを運営しています。私からの直接アドバイス OK、 登録者5万人以上の人も150名ほどいて、情報を教えてもらえるなどなど、他にもこのような様々な特典を用意していて、たった2ヶ月で収益化した人などどんどん増えています。ただね、 YouTube は簡単じゃないので、本気で YouTube で稼ぎたいんじゃという方のみお待ちしております。毎月ね、東京オフ会にも私は参加しているので、ぜひね、お酒を飲みながら YouTube について語り合いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。